静岡県西村雅之くんの作品。この企画はトイレが突然動き出したらというもの。この西村くんの作品を実現させるため、静岡県伊東市にある伊豆グランパル公園に撮影協力を要請。ここに訪ねるカップルや親子を狙う。そこで必ず人々が通る入園口脇に特製簡易トイレを設置。この特製トイレのポイントはこの鍵。ひとたびこの鍵をかけるとスイッチが入り、10秒からカウントダウンを開始。そしてカウンターがゼロになった瞬間、なんとトイレの床がせり上がるのだ。こんな仕掛けがしてあることを知らず、用を足しに来た人々のリアクションをキャッチする。いよいよ作戦開始。早速子供連れの人妻2人組がやってきた。だが入らない。そしてこの2人も入ってくれない。次にカップル、トイレの方に男が寄っていく。入ってくれるのか。入った。何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。成功。続いてやってきたのは中年男性。何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウン開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせずおばさんたちが通り過ぎるのを待っていた。次に3人組の男女。小走りにトイレに向かう男性。入った。とここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか。ドアを開けた。なんと鍵をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性。お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻退場。我々は地方の景色が一望できる大室山に移動。山頂までリフトを使ってトイレを運搬。果たして観光客はこのトイレに入ってくれるのか。作戦開始。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込むと、その時、今度は2人組の男性、談笑を交わしながら何も知らずに2人ともトイレに。カウントダウン開始。に下半身を晒した2人はなぜか笑い続ける。そしてさらに我々は伊東で一番美しい人工浜、伊東オレンジビーチでグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入り、鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じ。だが、何も知らず男がトイレに入り、鍵
鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水上スキーになるトイレなのだ。まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。とっさに排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー、波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に乗ってると思いきや転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込み、カウントダウン開始。これはまずいだ。かなり急いでいるのか、一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。大転倒。ご迷惑をおかけした皆さん、本当にごめんなさい。あ、ね、引っかかった人はね、みんな喜んでらっしゃいますもん。あのなんか頭からゴーンって打ったりとよーみたいな、ちゃんと受け身してましたからね。バーンバーンって打っても大丈夫、安全ですね。今回このトイレの制作費がですね、500万円ほどかかりまして、そうですね、ぜひこのトイレを買い取りたい方は番組までご連絡ください。